瞬きするスピードで一瞬一瞬を楽しめ、幸せはここにある。自分の内にあるものを形にする。それは逃げたくなるほど苦しくて辛くて孤独で時間もかかる。でもやらなきゃダメだ。大切なことだから。好きって気持ちに理由なんていらない。これらは春の作品です。あれから2ヶ月カメラを手にした春がいました。写真に自分のイラストと詩を合わせた。作品作りに没頭していました。これはすごい最近の自分にとってはすごい大事な作業ですね。音楽作りとかライコの活動とは全く別のことにこんだけ没頭したのは初めて。それがかえってなんかオンオフで切り替えられるから、その曲作りにすごい集中できるようになりましたね。音楽以外での自己表現を得ることで、音楽での自己表現の価値を知る。自分を真正面から見つめた春。冬を乗り越えると春になるのです。春の雪解けでした。なことやな、この野郎。俺だってお前一生懸命頑張ってんだ、この野郎。必死でお前ネタだって考えてんだよ。ウケねえんだよ、全然。分かってんだ、そんなの。もう、すまん。しまん。あんまりこういう、この作業が誰にも見せたことがないです、今まで。プライベートスタジオ。ボックスで一人曲作りをしていた春。春くんはやっぱりですね、一言で言うといそうでいないんですよ。一旦そのバンドでやるといない歌を歌ったり存在感を放っているところは彼の最大の魅力なんじゃないのかなと思います。ちょっと寒い感じ。はい、流氷サウンド。長いトンネルを抜け曲が生み出されました。普遍性を持ったような曲に近づいていってるんじゃないかなと、はい、思います。青く揺れて自分がその26年間生きてきたすごくその大事にした思いとか大事にした時間を思い出そうとする曲にしようと思ってたんで、逃げないで作りましたね。一緒にずっと歩いていくパートナー的な存在。あなたがいつもそばにいることが大きくて、些細なことも拾い集めて二人の形紡いでいくんだ。離れないたとえ何が起こっても信じていれば願いは届く。うまくいかないことばかり、辛いなら落ち込んだっていい。過ぎ去ればもう大丈夫、そこから強く登ってゆくんだ。
あなたがいつもそばにいることが大きくて、些細なことも拾い集めて、二人の形紡いでゆくんだ。離さない、強く抱きしめたまま、寂しい気持ちになってもさせない。あなたとならちゃんと越えてみせる、描いてた未来の彼方へ、彼方へ。ライコは私たちに教えてくれました。転んだってまた立ち上がればいいってこと、周りには常に仲間がいるってこと。決して大きな成功を手にした彼らじゃないけれど、北海道にはそんな当たり前のことを改めて教えてくれるバンドがいるんです。だからあなたに知ってもらいたかったのです。これからのライコ、その目標は？景色が見えるミュージック、俺らが生まれた場所が見えるような、そんな音楽が作れたらなと。それができた時にはですね、北海道民全部に響くと思います。本当は大至急やらなきゃいけないのはこっちですけど、オレンジャー、これはですね、ライコは5人以下でも5人以上でもない、その5人が集まって、あまり自分にない無理なことはせず、自分の得意分野をですね発揮して、5人揃った必殺ビームを出す、ドーン。何に対してもこう爆発力のある仕掛けというか勢いというか、もう常にこのバンド勢いあるよねみたいな、ドーン。心の底から音楽を楽しむ、これって一番当たり前のことで、でも一番難しいことだなって俺は思います。この気持ちを5人とも忘れずにこれからもやっていきたいです。9回裏、満塁フルカウント、1対0で、追ってる感じです。まさに崖っぷちで戦っておりますが、そこで待てなのか打てなのか、迷わず打つのが俺らだと思っております。以上。知床出身ロックバンドライコ、彼らのバンド人生はまだまだ続きます。